毎度どうも、占い系 VTuber 梅田八角でございます。本日日曜日ですね、太陽から皆様に送るアドバイスでございます。太陽は自己実現の方法。外から見た自分、まあ平たく言えば己自身とかそんな感じですね。月が隠された自分だったりするんですが、まあなので外から見た自分、そんな感じが強いですかね。そして輝き、そんな意味合いがしますね。よし、はい、ワンネス、つまり万物の一体性こそ私の本質ですと。まあつまりは一旦何でもいいから飲み込んでしまって、それをどう解釈するか、まああるいはそう飲み込んだものをどう吐き出すかがあなたの本質になってくると。まあなので、そうですね、平たく言えばこう襟好みしないで何でもやってみた方が己の輝きを増すのに役立ちますよというカードでございますね。以上でございます。本日も占いの生配信ございますので、よければお越しください。それでは。